はい、皆さんこんにちは、みやこです。今日も前回の動画に引き続き、私はパーソナルトレーナーをしていて、普通の方よりもいろんな方とお会いしてます。多分何千人とか見させていただいてると思うんですけど、その経験と自分の体験を織り交ぜて、今日筋トレが合う人合わない人、正確に言うと筋トレをガンガンして大丈夫な人と気をつけていかなきゃいけない人の違いについてお話ししていこうと思います。この動画が役に立ったら LIKE ボタン、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。そして結論から申し上げますと、 90% の人が筋トレをガンガンして筋肉をつけて大丈夫でございます。筋トレをするとね、よくムキムキになるんじゃないのとか、筋肉がすごくついてマッチョな感じに見えちゃうんじゃないのっていうね、女性の質問とても多いんですけれども、女性の場合、まあ、ホルモンの関係もありますし、もともとの筋肉量が少ないっていうこともあって、ムキムキになることっていうのはほぼほぼほとんどないです。私も筋トレ始めたての時は、あ、筋トレしてなんかどんどんごつくなったらどうしようみたいな感じがあって、最初葛藤がありました。だけど私今筋トレして5年目なんですけど、年々体がギュッと締まってくるので、結構動画見てジムにいらしてくださった方だと、動画よりも全然細いですねってよく言っていただきます。私としては結構大きくしたいので、あ、ですよねみたいな感じなんですけど、年々体はギュッと引き締まっていきます。なので安心してトレーニングをガンガンしてもらって大丈夫です。どんどん引き締まったかっこいい体になります。その代わり体重の変化っていうのはあまり見られなくなるかなと思います。まあ皆さんご存知の通り、脂肪よりも筋肉の方が重いので、体の形はどんどん綺麗になるんだけれども、体重はあまり変わらない、むしろ増えるっていうパターンも中にはあるかなと思います。まあ、私からしたら体重を筋肉で増やせたらもうめちゃくちゃすごいって拍手してあげたいくらいで、私も昔に比べれば体重は増えてるので、だけども見た目はどんどん引き締まっているっていうような感じでございます。なのでほとんどの方は筋トレを楽しんでいただければと思います。あとの 10%、まあ、あと少しの方、筋トレをするときに気をつけていっていただきたいことがあります。というのも、筋肉のつき方の差がある方、どういうことかっていうと、もともと部活とかで運動されてた方って、まあ、結構いると思うんですよ。例えば一番多いパターンだと、陸上してたとか水泳してたとか、そういう方が筋トレを始めた場合に、そもそも陸上してた方だと下半身の筋肉が強かったり、水泳してる方だと背中の筋肉とか肩の筋肉とか結構強かったりするので、もともと上半身がしっかりして見えたりとか下半身がしっかりして見えたりすることがあります。その方が当たり前ですけど全身バランスよくトレーニングをしてしまうと、強いところはどんどん強くなる、弱いところは、まあ、弱いまま、強いところにこう寄るってことがバランスよくしちゃうとなかなか難しいと思います。なのでこの方の正解っていうのは、弱いところの頻度を上げて強いところを少し落としてあげる、もしくは強いところがこれ以上こうどんどん大きくならないようなトレーニングメニューにしてってあげるっていう必要があります。全ての方がバランスよくトレーニングをすればバランスのいい綺麗な体になるんだっていうと、少し違うパターンがあるっていうお話でございます。運動してなくてもそれぞれ体の中の強い筋肉っていうのは異なってきます。よくあるのが、足トレしてて前ももがどんどん太くなってきたっていう一番多いあるある悩みなんですけど、これもやり方をしっかり変えて、足の筋肉の中で前ももがもともと一番強くできてるので、これもこのままトレーニングをしてしまうとやっぱり前ももの発達が強くなってしまいます。なので今まで使えてないもも裏だったりとかお尻の筋肉を前ももの強さに合うようにしっかりこっちのメニューをやってあげること、そうすることでここのバランスの差っていうのはどんどんなくなっていって、均等に筋肉がついてくるっていう風になってきます。でそこからやっと
全てバランスよく使えるメニューっていうのを入れていくことで綺麗なバランスをキープできるっていう風になってくるので、まず自分がどこの筋肉を使いがちか、生きてるとなんか私ここの筋肉張ってるなとかふくらはぎばっか張ってるなとかってあると思うんですよね、女性は特にね。でそういうところはやっぱり日頃から使いすぎてたりとか元々の筋肉量が多い可能性があるので、そういうところを休めてあげて弱いところをどんどん強くしていく、強いところに寄せていくっていうトレーニングをしていくと体のバランスがめちゃくちゃ綺麗になります。あとは補足で言うと、骨格がもともといい人って結構いるんですよ。私もそんな華奢な方ではないんですけど、骨格いいまではいかないかな、普通、ほんと普通ノーマルぐらいだと思うんですけど、骨格の良さっていうのももう幼少期からの過ごし方とか運動の経験とか、あと遺伝的なものもすごく大きくって、骨格のフレームの体の大きさっていうのは結構決まってきちゃっていて、こういう方って本当ないものねなりなんですけど、華奢に細く見せたいっていう方とても多いんですよね。逆に華奢な方って立体感あるように体を大きく見せたいっていう人が多いです。だから本当ないものねだりだなと思いながら私自身も思ってカウンセリングしてるんですけど、骨格がいい人っていうのがもう筋肉がつくとすごくついてるように見えやすいっていうことはあります。体の肩幅、まあ、骨格がいいって大体肩幅の大きさとか骨盤の大きさとかで見ていくと思うんですけど、肩幅があるとやっぱり少し筋肉ついただけでもついたように見えてしまうっていうことがあるので、特にね体の悩みがある方っていうのは筋肉のつけ方とかどういう種目を選んでいくかっていうのをしっかり最初に考えながらやっていただけるといいかなと思います。なのでほとんどの方は筋トレをどんどんして筋肉をつけてもらって大丈夫なんですけど、ちょっと一部気をつけてやっていかないと、あれなんか思ったのと違うくなってきちゃったっていうパターンもあったりするので、そういう方はこの動画が参考になれば嬉しいです。また今度の動画で詳しくお話ししていくんですけど、食事の取り方とか、まあ、カロリーの個数値で筋肉のつき方っていうのも多少コントロールできる、変わってくるので、そういった栄養の取り方とかも合わせて体作りに反映していっていただけると、もう最大に、まあ、1個前の動画でお話もしましたけども、最大に最短で体が良くなります。まあ、そういうことをやっぱりね、いきなり筋トレ始めた方がいきなりその 100% の知識を得るのって絶対難しいんですよ。私も5年トレーニングして最初の 2,3 年は多分なんか無意味だったんじゃないかなって思うくらい、今思うとね効率めちゃくちゃ悪いことしてるので、そういうのを経ていろいろ学んでって知っていくっていうパターンか、もしくは最初に私たちみたいなトレーナーをつけて、まあ多少お金はかかります、もちろん費用はかかるけども時間を買っていくっていう、最短を無駄がないようにしていくっていうパターンがあると思うので、まあ、私はどちらのパターンでもいいと思っていて、こうねそういう方向けて YouTube 配信してるので、ぜひ過去の動画とかも見ていただけると嬉しいです。またこのシリーズなんか少し好評なので、また随時いろんなシチュエーションのものを上げていこうと思うので、こんな動画が見たいなどありましたらぜひコメント欄の方によろしくお願いいたします。はい、では本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また見てねー。